おはようございます。和食です。じゃん。いただきます。明日はじゃあ雨の中旅をするわけね。天気が良ければ、うん、リスに会いに行きます。 Oh no! Let's go! おはようございます。おはようございます。はい今日の幕張は雨です。雨です。今から友人の家に遊びに行きがてら帰りたいと思います。すごいところでした。しかし、いや、今日泊まったホテルはあれね、家庭的ね、とてもおばあちゃん、おばあちゃんがいっぱいおるとかやったね。おばあちゃん、朝起きたらおばあちゃんがいっぱい。おばあちゃんがいっぱいおって、おばあちゃんにお味噌汁入れてもらって、おばあちゃんにご飯を食べてもらって。おばあちゃんじょおばじょう、おばじょう嫌いじゃないね。朝食でしたね。めっちゃ近いところだったよな。すごいあそこ水たまりになっとるがね。こっちはあそこ何湧き水。おう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 、あ、あれ行っちゃったよ。金入らないな。寝とってやん今。あがんじゃん。あれは
鼻出たわ。なんだって。え？アウトレットパークに行ってきました。大好きね、アウトレットパークね、はい、で、友人を送ったわけね、今ね。だから我々は、はい、お家に帰ります。お前に決めた、出てこい、明太マヨ、オーケー、羽福、ベビースター、でかいラーメン、羽福の明太子を使った明太マヨ味。イエーイ。ついつい食べちゃうから魔法のカップに入れましょう。はい、食べちゃおう。言いたい方だ、ね、いや今からでも遅くないね。なんならあのテレビ出る側だと思ってたから。キーン言うとんな、虫でしょこれ。なんでキーンさ、いつも聞こえやんって言うのに、なんで聞こえるのこの虫の音。これ聞こえるよ、これ聞こえるよ。キーンって言っとるやつやね、カナちゃん言うとやつは、ね、イルカが聞こえるやつやろ。まもなく奈良5丁目を右方向です。奈良まで来たの。通り越しちゃった。ケーブルテレビ、ふふふふ。かなやっぱこう歌を歌うよね。うん、歌いてさえたよな。うん、歌う人になると思うと思う。歌手兼女優、テレビ関係やな完全に。なる、まだ遅くないんちゃう。そのためにまずね、ピアノを習って、うん、練習しなきゃいけない。だから小学校ぐらいの時、お母さんピアノ習いたいと言ったら、うん、うちにはピアノがないからダメって言われた。近隣の目は見ています。犬の糞を始末してください。ちょっと厳しめの人やね。すごいな、なんかもうドラマに出てきそうなあれやん、ようあるやつやん、あの女の子漫画でよう出てくるようなやつやん、あれ。え？隣の家の幼なじみみたいな、同じクラスになって高校生ぐらいになってみたいな。お前昨日なんとかだったよなみたいな。お前昨日カレーだったよな。違うそうじゃないのそういうんじゃない、カレーの匂いがしたとかそういうのじゃないよ。出る方出る方出る。ごめん。違う、高校生の女の子だからもっともっと何ちゅうの、もう恋愛的な話なの。カレーの、そうそう、カレーの匂いとか。あ、違うの。違う、そうじゃない。ちょっと女子的な、女の子的なあれが、ね、そんなに分かってなかったの。あ、
そう。お前昨日夜遅くまでなんか誰かと電話してたよな。ああ、だよな。一緒にカレーの家が隣んち、ああカナの家でもカレーだったんだな。フードかなみたいな。ちょっとなんか磯の匂いするよね。っていうのじゃない。違う。ああ。そんに？違うの。もっとなんかなんだろう。メルヘンじゃないけど、うん、恋愛じみた感じで出てくる家の。それ女子国の話やな。やっぱり。そうだよね。言ってんじゃない。ラーメンの話。ラーメンじゃない。え？いやラーメン屋さん、さっきいっぱいあったけどさ。ラーメンショップって書いてあったからさ、あったまらあるよ。でも今いいな。あ、デビッツ。お前ちカレーだったよ。しかし、ね、大きなお世話やる。お客様こんばんは、ご来店ありがとうございます。ご注文お伺いしてます。はい、どうされますか。はい、トールでいいか。いい？うん、トール。トールで。はい。高速道路トールで。トールで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしております。どうも。いやー、ついに帰るね。あってくれたな、本当に。帰るよー。まあ。帰りまーす。バイバーイ。今日もいっぱい買うの？シューマイお土産にどうぞ。黒豚とエビですね。コクがあります。ありがとう。美味しいでしょ。はい、エビも美味しいですよ。うん、エビも食べる。いただきます。電子レンジでいいです。冷凍もできます。うまいな、これ。どうもありがとうございます。うん、ストーって言ったのね。どんだけ買うの。焼いた。いただきます。ありがとうございます。気をつけてね。はい、ありがとう。いったね。あら、おいしそう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。はい、うん、うめえ。出発進行。はい、ということで無事帰宅です。
お留守番お疲れさん。はい、へい。東京ゲームショウの旅から無事帰ってきました。お疲れ様でしたということで。お疲れ様でした。乾杯。毎回とっても楽しいイベントですね。ね、こうボンカレーもらいました。ボンバーマンのボンカレー。カレーまあ、今回僕ら的に気に入ったのはこれですよね。そうです。バンダイナムコのこのパックマンのサコッシュ、これが一番ね良かったんじゃないでしょうか。お、Not for sale って書いてますね。Not for sale。はい。私有とかはやっぱりあんまりできなかった。ね、一般デーに行ったんで、ね、なかなか行けなかったですけどもね、遊びに行くだけでもお祭りだし、こういうノベルティグッズもいただけたり、コスプレの人もいっぱいいるんでね、いっぱいいたね。来年も遊びに行きたいと思います。来年はビジネスデーを狙いたい、狙いたいです。翌日は何、リス園に行くって言ったの？町田リス園に行こうと思ってたんですけど、お天気があんまり良くなくて、リスさんももしかしたら雨に濡れてたりとか、ちょっと泥んこになっちゃってるリスさんがいるかなと思って、ね、今回は中止にして、でいつものアウトレットパークに行きましたので、アウトレットパークに行ってきました、はいはい、リス園の方はそうね、次回にでも東京行った時にでも行きたいなと思います。はい、ということでまた僕たちの旅に付き合ってください。それでは中庄チャンネルでした。ありがとうございました。